富士江別所遺跡外観、富士江別所遺跡、富士江別所遺跡の位置富士江別所遺跡は、兵庫県明石市富士江にある遺跡。史跡指定はされていない。出土品は、兵庫県指定有形文化財に指定されている。兵庫県南部、富士江川川口から約300メートル遡った、砂岩中石地に位置する。付近は、鉄線の森と呼ばれ、 かつて鉄を積んだ船が沈められたためかなけの水が湧き出したと伝わる。1993年に明石市教育委員会による発掘調査が実施されている。発掘調査では井戸一基と溝二条が検出されている。井戸は弥生時代後期から江戸時代に至る長期間に採取対象として機能した得意内向で仮想からは 弥生時代後期古墳時代の再生物が、上層からは古代低金星の再生物が認められる。特に古墳時代中期の4世紀伐用マイナス後、世紀諸島には古墳複装品と共通する車輪石、銅鏡等が埋納されており、この井戸祭祀が主張層によって執行される象徴的、政治的性格を強く帯びたものであった様子が示唆される。また、 溝からは、弥生時代後期の土器が出土している。遺跡からの出土品は2009年に、兵庫県指定有形文化財に指定されている。車輪石明石市立文化博物館展示。遺構のうち井戸は、段丘外花の遊水地点を利用して作られた素彫りの円形のもので、直径約5メートル、深さ約4メートルを測る。上部は、すり鉢状に、下部は垂直に彫り込まれ、 底部付近の粘土層、砂層の間から、水が湧く。井戸内の毎度は主に砂礫で、大きく二層に分かれ、下層からは、弥生時代後期の弥生時、古墳時代の弾き、末期等のほか、緑泥変岩性車輪石1、同郷9、滑石性マガ玉1、蛇紋岩性、タルタマ1、同族1が出土している。特に車輪石は、 近畿地方の前期古墳から多く出土が見られるもので、井戸の祭祀主体が中央とつながりを持つ主張像であった様子が示唆される。特に、白水久子塚古墳、五色塚古墳との関係を指摘する説もある。また、井戸内から同郷が出土する例も少なく、他には2020年の一の元地と成績の例が知られるのみになるまた上層からは、古代の牧書土器 中世の競技類、東格、江戸時代の陶磁器等が出土している。ありがとうございます。